先月キャンメイクのネイルファンデーションカラーズに待望の新色が登場しました。ファンデーションカラーズは地爪に自然な血色と透明感をプラスしてくれますし、ベースコートとして使えるのでとても重宝しています。今回の新色は2色あるんですが、どんなカラーか実際に塗ってみました。買う前のカラー参考にしていただけたら嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。まずはファンデーションカラーズ02ラベンダーピンクから塗ってみます。ファンデーションカラーズはこんな感じですごく透明感のあるシリーズです。ベースコートとして使ってもカラーの邪魔にならないような色合いですよね。そしてファンデーションカラーズは保湿成分も配合されているそうです。爪をいたわりながらネイルを楽しめるのもいいですよね。一度塗りだとこんな感じでほんのりラベンダーピンクに色づく感じですが、パッと見た感じはほぼ透明で血色のいい綺麗な爪に見えます。二度塗りしていきます。ファンデーションカラーズはこんな感じで透明感があるのでグラデーションも簡単にできるんです。以前ファンデーションカラーズのナチュラルピンクを使ってグラデーションのやり方動画をアップしましたが、今回の新色ではどんな感じのグラデーションになるのか後ほどご紹介しますね。二度塗りするとこんな感じで透明感のある薄いラベンダーピンクに見えます。シェア感が綺麗で桜貝のような優しい色合いですよね。次にファンデーションカラーズ03シェアライラックを塗ってみます。キャンメイクのハケって腰があってすごく塗りやすいんですよね。平筆で扇形に広がってくれるのでムラになりにくく綺麗に塗ることができます。キャップの長さも長すぎず短すぎずで個人的にすごく持ちやすいです。メーカーによってキャップの持ちやすさとかハケの硬さって違いますよね。プチプラ系の中では個人的にキャンメイクが一番塗りやすいのではないかなと思っています。一度塗りはこんな感じです。薄い紫色ですが一度塗りは乳白色に近い感じで綺麗なお色です。二度塗りしていきます。皆さんはマニキュアはどんなものを使っていますか？プチプラでおすすめのものがあったら教えてください。あとこのメーカーのカラー見本やってほしいなというリクエストがあればコメント欄にメッセージお願いいたします。二度塗りするとシェア感のある淡い紫色で涼しげなカラーです。ミルキーなラベンダー色ですごく可愛いです。ちなみに前から販売されているファンデーションカラーズ01ナチュラルピンクはこんな感じです。一度塗りだとほんのりピンクに色づいて血色が綺麗に見えます。二度塗りするとこんな感じでうるつやで綺麗なナチュラルピンクです。透明感があって肌なじみのいい色ですよね。このように今回新発売された新色もそうですが、ファンデーションカラーズは地爪を綺麗に見せてくれるのが魅力的です。地爪の凹凸や色ムラをカバーしてくれるベースコートとしても使えます。トップコートを塗らなくてもとってもツヤ感のある綺麗な仕上がりになります。派手な色合いではないのでファッションにも合わせやすいですし、オフィスネイルとしても
もおすすめですよ。乾きも早く透明感があるカラーなのでグラデーションネイルも簡単にできます。グラデーションにするとどんな感じかそれぞれのカラーでやってみますね。まずはファンデーションカラーズ01ナチュラルピンクからやってみます。こんな感じで少しずつずらしながら塗っていくと綺麗なグラデーションになります。このファンデーションカラーズは乾きが早いのでこのように塗り重ねていくグラデーションネイルにも向いていると思います。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートを塗ると塗り重ねた段差がなくなって仕上がりが綺麗になりますよ。とても綺麗なグラデーションで指先が綺麗に見えますよね。次にファンデーションカラーズ02ラベンダーピンクでグラデーションにしていきます。グラデーションって難しそうなイメージがありますが、このような透明感があるカラーでやると簡単にできるんですよね。塗り重なっていく部分の色がだんだん濃くなっていくのがわかります。今回使っているトップコートはケアメイクのジェルボリュームトップコートです。ぷっくりうるつやな仕上がりになるので気に入っています。優しい色合いでこれも可愛いです。次にファンデーションカラーズ03シアーライラックでグラデーションにしていきます。グラデーションって指先が綺麗に見えるのがいいですよね。爪先に目が行くので短い爪でもスラッと綺麗な印象になります。品のある感じのネイルになりますよね。最近はずっとこのトップコートを使っているのですが、皆さんはどんなトップコートを使っていますか？皆さんのおすすめのトップコートがあったらぜひ教えてくださいね。爪先に色づく淡い紫色が綺麗ですよね。以前ファンデーションカラーズを使ったグラデーションネイルのやり方を詳しくご紹介した動画がありますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。いかがでしたでしょうか。個人的にキャンメイクのファンデーションネイルは透明感があって地爪を綺麗に見せてくれるのですごく大好きです。今回の新色もとても綺麗な色ですごく気に入りました。塗りやすくて速乾性もあるのでグラデーションも綺麗に簡単にできますし、他のカラーと合わせても可愛くなるんじゃないかなと思います。またこちらのファンデーションカラーズを使ったデザインアレンジもご紹介したいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。今回の動画が少しでも参考になったら嬉しいです。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご意見ご質問などありましたらお気軽にコメントください。最後までご覧いただきありがとうございました。